質問事項に市役所業務での生成 AI 利用令和5年6月の一般質問で木川市の生成 AI の活用の現状とこれからの活用方針を伺いました市長から現在市としてどのような業務に活用できるのか活用する場合に一般的に言われている質問を通じて個人情報や機密情報が漏えいする危険性誤った情報や倫理的に問題のある情報の混入といった課題のほか どのような課題が生じるかを整理できていたいため、活用には至っておりません。今後、ICT 推進係を中心に、個人情報や機密情報を伴わない広報文や挨拶文などの作成補助など、業務において施行することとともに、ガイドラインの策定を予定している県や多市町の情報を収集し、具体的な活用場面を想定した活用方針について研究してまいりますという答弁をいただきました。 以上を踏まえ市役所、市役所業務で生成 AI を活用するために、まずはガイドラインを作成し、研修を行うべきという立場で質問いたします。1、ICT 推進係を中心に行った試行及びガイドラインの策定を予定している県や他市町村の情報収集について、研究結果を伺います。2、静岡県は令和5年6月に生成 AI を県職員が活用する際の ガイドラインを発表しました文章の要約や構成といった具体的な用途を示したほか個人が特定できる情報は入力しないなど遵守事項も定めています木川市でも職員が生成 AI を活用するためのガイドラインの策定に速やかに取り組み生成 AI を活用できる環境を整備すべきと考えますガイドラインの作成と生成 AI の利用できる環境の整備について方針を伺います 生成 AI の適切な利用には理解と慣れが必要不可欠です静岡県では生成 AI をの適切な利用を拡大するため管理と利用の両面で研修を行っています菊川市での生成 AI についての研修を継続的に行っていくべきと考えますが研修の実施についての方針を変えます 次に2問目、市役所業務での生成 AI の利用についてのご質問にお答えします。人口減少社会において限られた職員での行政サービスを維持していくためには業務の効率化が必要となります。その手段の一つとして生成 AI の利用について検討しております。 一つ目の施行及び情報収集による研究結果についてですが、施行は令和5年7月26日から9月30日の期間において全職員を対象に既に導入している有償チャットツールの追加機能を用いて、文章の作成、要約や企画立案などの業務で利用しました。 試行版の菊菓子生成 AI, AI 利用ガイドラインを整備するとともに、生成 AI の活用事例や注意事項について、職員研修を実施しました。試行期間後のアンケート結果では、アンケートに回答した職員の約4割が役に立ったと回答したものの、約4割の職員は一度も利用しなかったと回答しており、利用の効果が見込まれるものの、 生成 AI のののメリットににつついての理解を広めるるこことととが課題の1つになると認識したところですまた、県や他市町の利用状況についてですが、静岡県においては、静岡県生成 AI 利用ガイドラインを策定し、策定、公表し、特定のソフトウェアに制限して、文章の要約や文案作成、アイデア創出、特定のソフトウェアのプログラム作成などの業務で活用しておりました。 このほか、近隣田橋町においては、他のシステムに付属する形での利用も含め、文章の作成要約や企画立案などの業務で利用しておりますが、利用開始から間もないこともあり、その実績や効果については取りまとめがされていない状況でした。これらのことから、本市においても、7かの形で利用できるようにしたいと考えておりますが、機密情報の取り扱い、 個人情報のや著作権の保護といった課題が指摘されている中で、効率的、効果的な利用について、さらに研究を進めていくと,とともに、職員の理解の向上を図ってまいります。2つ目の生成 AI 利用ガイドライン作成および生成 AI を利用できる環境の整備についてですが、ガイドラインの作成については、生成 AI の利用がこの1年で急速に広がる中、 改めてて整備が必要であると認識しておりま,すまた、ハード面の利用環境については、利用する生成 AI の選定や、選定した生成 AI により、ネットワーク構成や機器のスペックなど、必要となる環境が異なります。今後、昨年度,試昨年度の試行結果や、他団体の事例などを踏まえ、本紙において最適な生成 AI の選定を進めていくと,とともに、適切に利用できるガイドラインを作成してまいります。 3つ目の生成 AI についての研修の実施についてですが、生成 AI の適切な利用には、効果的な場面を理解することに加え、個人情報のや機密情報を入力しないといった情報リタラシーも求められます。このため、昨年度は活用事例の紹介や利用における注意事項について、職員研修を実施いたしました。 今後の取り組みとしましては、毎年度実施している情報セキュリティ研修に生成 AI 利用時の注意事項も加えて実施していくとともに、さらに利用と必要となる研修を行ってまいります。以上で、厚見議員のご質問に対する私からの答弁とさせていただきます。ありがとうございました。AI について いろいろ課題があるということで、まだ現状では本格的な導入には至ってないといったご答弁だったと思うんですが、まずはですねあの今、無料で使えるサービスっていうのも実は出てまして、直近では ChatGPT の最上位モデルでやる 4OMNI っていうのがですね非常に高性能なやつが無料で使えるっていったところもございます。 なのでまずはですね。あの、今年度新設されたあの dx 推進係とかでですね。あの、ちょっと詳しい人があのどのような無料サービスで使えるサービスがあるですとか。 あと日川市役所の環境でどういったものが使えるですとか、そういったことをですね調査をしていただいて、あの予算をかけなくてもですね使えるものから、一部からでもいいと思うんでね、先ほど4割の方は使い,使いたいあの、便利だって言ってたので、もう本当に1割でも2割でもの人でも使えるように、まずは無料からでもいいと思うんで、そういった考え方もあると思うんですけども、まずはですねそのような調査をあのしていってほしいと思いますがあの、そのような調査について、方針っていうのがあれば、伺えればと思います。 答弁をまますす落合企画政策課長企画画政政策策課課長長でございますあの無料の、えー、生成 AI サービスがあのもうたくさんある中で、あの市の中でもそのどういったものがあるかというような研究もあのもちろん進めてまいりたいと思いますし、あのそもそもあの今の、えー、市役所のネットワークの環境でも、無料のものが使えるような状態でもあります。 またあの職員が事務の,のものであのスマートフォンであれパソコンであれそういったようなもので使えるような状況でもある中で生成 AI を利用する際のガイドラインということがまずあの作れていないという状況でもございますのでまずは安全に使うためにそのガイドラインの整備を進めることとあと職員に対してあの研究した内容について周知できるように。 研修等を実施していきたいと考えております。以上でございます。最初質問ございますか。はい。以<上>一番厚木一番厚木です。あの冒頭おっしゃる通りガイドラインマザーからだと思いますので、ぜひその策定をあの進めていただければと思います。